広島ガス株式会社は、広島県広島市南区に本社を置く、広島市を中心に、広島県海岸部を営業区域とするガス会社である。営業地域は、広島市周辺、旧呉ガスがあった呉市周辺、旧尾道ガスがあった三原市、尾道市周辺を営業エリアにしている。社称は、バルブハンドルを模したものである。ショールームとして、広島市中区南竹谷町に、ガストピアセンターを広島市佐伯区海老園2丁目にガストピア五日市を設置している。また、マツダと共同開発したロータリーエンジンを使ったコジェネレーションシステム等も開発している。さらに、広島ガス電気学園として設立されたスズポー女子短期大学の運営スタッフには、かつて広島電鉄と広島ガスからの人材が多くを占めていた。1925年頃の本社1945年、被爆後1909年10月に、広島市材木町97番地の当時の役員の自宅を当基地に広島ガス株式会社として設立。翌月、広島市大手町1丁目7番屋敷に本社を移転。工場を現在の本社所在地である広島市南村に置いた。1910年に、尾道ガスと合併。1913年には、呉ガスと合併した。設立当初は、大林組傘下の会社で、同様の経緯で設立された会社に、広島電気軌道株式会社がある。翌年以降に吸収合併された、尾道ガス株式会社及び、呉ガス株式会社も大林組関係者が代表を務めていた。大林組社主の大林薫五郎が、1913年の北浜銀行の破綻と支援のための資金確保のために株式を放出したことにより、鈴木商店関連人物が新たな大株主になり、大林組傘下を外れている。その時に鈴木商店の支援を受けた実業家、藤田健一も 2.5% の株式を所有する大株主になった。同様の経緯で、広島電気軌道株式会社の株も、鈴木商店が取得している。広島電気軌道株式会社、広島ガス株式会社の大林組の資本引き上げと、鈴木商店の支援を受けた藤田健一が両社の社長であったことにより、資本系列が同一だったこと。電車の利用が3月から11月までが多く12月から1月までが少ない反面、ガスは冬場の利用が多く、収支の補完関係が成立したことなどにより、1917年10月1日に、広島ガス電気株式会社として合併した。その後、国の政策により、1942年4月10日に、運輸部門は、広島電鉄として、再度分離。旧社名の広島ガスに戻された。1970年3月に、現在の社名になっている。1代目、2代目は、代表取締役会長、3代目以降は、代表取締役社長1930年頃の広島市の地図。南の広島工場が確認できる。メディアを再生する。被爆後の本社。ありがとうございます。